はい、皆さんこんにちは。今回はこちら、4.5 ミリの鉄板です。この鉄板は30センチ ×45 センチの鉄板、ホームセンターで約2000円でした。それを半分に切って、また半分に切って、でこれ4分の1ですね。ですのでこれ1枚が約500円ぐらいですかね。鉄板の材料代としては500円ぐらい。15センチの 22.5 センチっていうサイズになります。でこれで鉄板焼きの鉄板にどうかなと思いまして、で今までよく使ってたのがこちらの 1.6 ミリの鉄板とか、これよりちょっと薄い 1.2 ミリの鉄板ですね。でそれから見ると 4.5 ミリちょっと厚くて、ちょっと重たいですね。でこれ500円ほどでしたが、これを 30×45 の板をカットするのは自分でもできなくはないかなと思ったんですけども、ホームセンターにカットサービスがありましたので、そちらでカットしてもらいました。ワンカット330円、もう1カットしてこちらも330円、2カットしてもらって660円のカット代がかかってます。で1,2,3と、3枚の板ができましたので、660円をこう3等分すると220円ほどプラス、鉄板代500円ぐらいにカット代200円ちょっと ついて約700円ぐらいの鉄板になりましたね。でこれ今回 30×45 の鉄板買いましたが、これをもっと大きな鉄板ですね、サブ6番っていう3尺 ×6 尺の大きな鉄板ですね。そういうのを買うと鉄板代としてはこれぐらいだったら200円いかないぐらいの値段になるんではないかと思います。で今回そんなにこの厚い鉄板使う予定がないので、いっぱい買っても置いておくとこも困りますし、カットしてもらうにも結構 何カットもしてもらうと、ただ180センチの面をカットしてもらっても330円、 この15センチぐらいの幅をカットしてもらっても330円ということで、180とか長い面をねカットしてもらうには非常に便利かなと思います。ただこう薄い鉄板でちょっと切ってもらっても330円だと、ちょっとこのちょっとぐらい切る分にはちょっと330円払えないかなというふうに思います。でこれカットしたんですが、このカット切り口がちょっと とんがってるので角張ってるので、これをちょっと丸めたいと思います。それからこの表面ですね、黒皮がついてます。まあこのままでも別に問題はないんですが、このまま焼いてるとこう剥がれたところとか、こうしまんまだらになったりするので、この黒皮もちょっと剥がしてちょっと平らに磨きたいなっていうふうに思います。はい、でちょっとこの角が角張ったんで、ここをちょっと全部削るとちょっと時間がかかるので、一旦この角をカットしてそれから丸めたいと思います。 0.8 ミリの切断砥石ですね。これでちょっと角を適当なところをカットしたいと思います。じゃあ次に砥石で削っていきたいと思います。はい、だいたい角は取れたかなと思います。
で、あとは片面の黒皮を取りたいと思います。で、黒皮を取るのに、ね、こういう紙やすりが重ねてこうくっついてるような円盤ですかね、こういうのとか、あと、こういう研磨するやつですね、こういうのとか、こういうフェルトので磨いてみたいと思います。メタルコンパウンドをちょっと使ってみたいと思います。はい、今回は4.5 ミリのホームセンターで売っていた鉄板をカットしたものを角を丸めて、ちょっと片面だけ黒皮を剥がしてちょっと磨いてみました。黒皮のままでも特に問題ないと思いますが、一応黒皮剥がして磨きました。で、あとちょっとこれ洗ってちょっと油でも塗っておいて、後でまた前回使用したロケットストーブですね、これの上直接置くとダメなので、五徳を置いて、こうこれでバーベキューステーキを焼いてみる、あるいはこちらですね、以前作った、コンロですかね、これにこう上に置いて使うっていうような形で使ってみたいと思います。それではこれでガスでちょっと使ってみたいと思います。こちらの牛肉、これを焼きたいと思います。それでは火をつけます。ちょっと今日は風が強いのでシェード内でやってます。では焼いてみたいと思います。塩コショウ忘れてました。Thank you.
じゃあいただきます。うん、美味しいです。炊き込みご飯でおにぎりを作ってきました。これを食べながら食べたいと思います。アスパラも食べてきます。うん、美味しいです。はい、ごちそうさまでした。はい、今回はホームセンターの 4.5 ミリ厚の鉄板でステーキを焼いてみました。ご視聴ありがとうございました。